横浜 F マリノス対アルビレックス新潟5チャンネル実況すれまとめ。試合前今日もメンバーを入れ替えて臨む。怪我人はやめて。今日は勝てとは言えなく怪我しないでね。とりあえず誰も怪我しないようについでに勝ってくれ。ここ2戦で怪我人出てるからな。今日は怪我なく頼むわ。もっと休ませてええやろ。試合感なくなるし、主力出すならここしかない。試合感とか考えて今日出して次休ませるか、今日休ませて次出すかを考えた結果って感じかね。とにかく怪我人出さないことを最優先で。新潟スレの反応。マリまあまあ主力いるじゃん。 ACL のために流せよ。マリノスはここで1回負けといた方がアジア取れると思う。レイフイノケンとの連携から上中が突破してクロス。惜しい。ロペスに合わねえ。上中イノケンいいね。相変わらず上中は前向くのうまいな。上中あのトーンをよく使うようになったね。上中マジで調子良いな。上中は一皮むけ始めてるな。和製エジガルだからな。上中はノリノリだからな。イノケンキレ良いね。アルビレックス新潟スレの反応。声、いきなり怖い形見せてきてる。いきなり雲行きが怪しいな。今のところ防戦一方。また守備練習か。15分上中が2人かわしてヤンマテウスを走らせる。シュートはキーパーに止められてしまう。上中やばいな。 W 上中がキレキレ。こねえ上中うめ。ええ、上中一皮むけたな。上中トーン得意だな。上中完全に覚醒したな。上中は花があるな。うちの軸は畑中上中のなかなか。上中は ACL で成長したな。五輪予選に取られなくてよかった。上中はトップの方が機能しそうだよな。新潟スレの反応。やべえ、入れ替わるの多すぎだろ。カウンター怖。最悪な飛び込みだな。声、25分ヤンマテウスのラストパスに飛び出した鍋甲がボレーで決める。すげえ、来た、パーフェクト、うめえ、来た、鍋甲、すげえの来た、鍋甲すげえ、大手とうとう、来た、これは理想的なゴールだな。スーパーゴール、鍋覚醒来た、鍋甲ストライカーかよ W、これはすごいわ。美しいイアン鍋コーター、うますぎアンマテコーター。鍋コーキレキレすぎる。鍋コーやルーアンマテがキレッキレッかな。ユーキフルゴール。最近インサイドハーフばっかり点取る W。 鍋2試合連続弾。これはマリノスの崩し。中川みたいな抜け出し、どうせ潰したところまで遡ってファール取られるんだろ。後ろからのボールめちゃシュートするやん。このサッカーはインサイドハーフが点取らないとな。ヤンの精度素晴らしいな。マツケンのと5ファウルの可能性あるけど、さすがに遡らんよな。ヤンマテすげえ。鍋コーノリノリやん。上中鍋コーナムさんの熾烈なインサイドハーフ争い。鍋コ最高、素晴らしい。キャップをついてゴール。ヤンコー素晴らしいな。ラムや天野もこうやって飛び出してきてくれ。新潟スレの反応。うま、これまた綺麗に、また先制されたか。見事すぎて敵ながら惚れるね。めっちゃうま、これはうますぎる。一切オフサイドなくて草ドゥの根も出ない。お見事。うちはこういう飛び出し皆無よな。マルシオのライダーキックを思い出す。めちゃくちゃうまいな。ここで弾みをつけて ACL 勝ってくれ。 VAR の望みもない。下手なのは仕方ないけど、強度も出せず集中力もないならどうやって戦えばいいんだよ。マジで今月1回も勝てないんじゃ。27分キダ、マツケン、ヤンマテウスが痛んでしまう。キダ大丈夫か。キダ踏まれたぽいな。ヤン怖いよ、倒れすぎ。マツケン大丈夫か。おいやめてくれ。マツケンも痛む。主力は誰も怪我してはならぬ。ヤンマテも踏まれとる。なんかみんな足痛そう。ヤンも踏まれたのかよ。もうやめてくれ。交代で33分イノケンが足を滑らせてファウルを誘う。滑っちゃった。勝手に滑ったろ W。 イノケン滑っただけだな W。 井上が滑っただけぽい。滑って転んだのか。滑っただけで草。イノケン勝手に滑った感じ。イノケンが滑ってファールもらえた。自爆に見え。なんでもない。勝手に滑って突っ飛んできた。新潟スレの反応。勝手にこけたやろ。なんでこれがファールなんだよ。は、あっちのファールでは？これマイケルのファール？勝手に転んだぞ W。 40分立て続けに打たれるも白坂が止める。白坂素晴らしいな。白坂神、白ナイス。白坂やるねー。白坂いけるやん。白坂いいじゃん。白坂あたり。白坂セカンドゴールキーパーとかコスパ最高だな W。 白坂に勝たせてやりたい。白坂部分的にはオープより優れてるとこあるな。新潟スレの反応。パラララ、なんでゴールキーパー当たってきた。連続5本枠内シュートしてなかった。マリノスかてひじりいかといいな。うちに来ないかな。来るわけねえだろわらわら。44分ロペスのシュートのこぼれをヤンマテウスが決める。もオフサイド。うひおー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 おおおおお、来た、決めた、引ききた、ヤンマテゴリゴリ WWW、 ファールありそう。来た、ヤンヤン来た、しやや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 、来たけど清水が巻き戻すだろ。来た、ぐちゃぐちゃ W、 ファウルっぽいけど来た、
決まったのこれ。いよおうおうおう。波状攻撃。なんか微妙ではある。さてこれはどうだろう。いい追加点。なんか VAR で取り消されそう。ちょっと保留。これは怪しい。オフサイドもファールも取られそう。清水むしろ。清水クルー。いろいろファール。ハーフタイム入ってロ VAR。オフサイドかな。引っ張っとるかな W。ダメそう。オフカンヨヤヌアン。ファールだな。これは取り消されるな。ファウルでも決めた。上中がファールどころかオフサイドくせえな。最後までやったのは良いぞ。ファールでもオフでも止められても決めた。まあさすがにこれは無理だろう。ゴール確認中。見れば見るほど厳しめ W。オンじゃね。ファールは別として。関与してるか。難しいな。あれ映像見るとオンサイかもでもファウルはありそう。真横から見たら微妙かもしれんな。引っ張ってるのが最悪や W。どっちにしろ取り消しっぽいね。上中がに関与してるかのオンフィールドレビュー。即オフ判断できるやろ W。ファウルもオフもあったってことだな。そりゃそうだ。チンたらしやがって。アニメのオープニング一曲聴けるぐらい止めるな。引っ張ってなかったら関与なしだったんかな。まあ引っ張ってなければ2位が新潟ディフェンダーが転ばんか。朝日で出さなきゃセーフだったろこれ。オフサイドありましたなくてもファールでしたってことか。新潟スレの反応やられた。ファールあっただろう。オフサイドもあるっぽくない。気のせいか。線見るとギリオフで引っ張ってるしイエロー出しとけ。オフだしファールだから新潟に行ってんだろ。向こう側にいる選手との比較だがこれ関与してないとかありえるのか。引っ張ってるから関与かな。45分上中がペナルティエリア内で倒されるもファウルなし。朝日倒れるも PK だしよ。微妙って使ってるじゃん。チェックしろよ PK じゃね。普通にファウルやが。まあ取らない人が多いか。上中最高かよ。相撲じゃねんだから。新潟スレの反応アップね。危なかった。マイケルってファールしてない振りがうまいな。斜めの動きついていけなさすぎてやばい。まあこれはないな。いやこれ PK だろ。これはないだろ。島田はまだ上中におっさんと言われたことねに持ってるのかな。まあ PK 狙いすぎだけど取る審判は取るやつ。51分失点してしまう。何してるんだよサネマジか。こういうポカ良くないな。また追いつかれて失点。ひどいミスだわ。白坂アンだけ止めたのに台無しやん。白坂かわいそうだな。こういうの見てロペスとか何思ってるんだろうな。これはもう戦術がどうとかいう話じゃないな。ただの個人のミス。こういうミスは本当に致命的。新潟スレの反応工事はこういうゴール多いな W。クラ W。ありがとうオリゴ糖。草。去年のリプレイかよ W。LED 来た。暗闇も襲う。見てなかった。WWW。53分失点してしまう。また逆転。流れ変わったな。いや抜かれちゃったか。一つのミスから試合が壊れた。まずは追いつこう。木田の対応も軽すぎ。調子疲れたし、心折れている。落ち着け落ち着け。メンタル保て。走れる選手出せ。やる気を出せる選手出せ。塩貝でも新潟スレの反応。嘘でしょ。最高か。なんだこれ。暗闇も襲いかかる。来たあ。なんで暗くなるん。これにあいったらゴールキーパーきついわ。いつぶりのリードだ。そろそろマリノスは ACL に備えて温存を。59分宮市のクロスに鍋甲が走り込むも届かず。宮市いいよ。鍋甲はほんと偉いね。身長が小歌が197。鍋の身長があと1メートル高ければ鍋甲があと2メートル高ければ入ってた。鍋甲の身長があと1メートルでかければ宮市鍋甲へのアシストを覚えたな。鍋甲の身長があと20センチメートルあれば鍋甲があと30センチでかかったら新潟スレの反応。宮市パーマ当てた。主力下がると思ったらサブ下げて宮市が出てくるんかい。怖いな。声に得点の流れが止まってきたのはまだおせおせして欲しかったがなんかやられそう。嫌な雰囲気。66分木田のスルーパスからロペスが打つもキーパーに止められてしまう。コネ惜しい。アンロペコネ。木田さんうまい。来ないか。ロペ仕事しろ。ロペス何してん。貴重な木田さんのスルーが。アンロペさん決めてくださいよ。新潟スレの反応。小地神様、危ね、スーパーグレートゴールキーパー、危なかった。73分コータのスローインはサイドラインを割ってしまう。なんだそのスローインは、すげえスローインを見た。どんなスローインだよ、なんやそら、むしろそれ難しくね。あのさあ、みんなあかんなこれワンプレーでカラッと変わってしまった。新潟スレの反応、なんかラッキー。こんなことあるんだな、なんだそれ、マリいろいろジグハグだな。どうしてそうなった。スローインを同サイドに出すの初めて見た。マリノス燃え尽きたか。外角に逃げるボール。75分宮市のシュートにロペスが詰めるもディフェンスに止められてしまう。宮市こねえ。宮市ええぞ。やこねえすぎる。宮市いいシュートや。アンロペこねえダメだこりゃ。こういうの決めるのがロペスなんじゃないのか。宮市のドライブシュート。いやこれはロペスしゃあねえだろ。あれうまく反応しろはさすがに無理。新潟スレの反応危ねえ。アナコワやこうは絶対絶命だった。僕アブブやられたと思った。 W 宮市からチャンス作られるな。82分失点してしまう。消します。
負けか、混乱中ですが、ヒデエ、はい終わり、もう見なくていいや、また初ゴールプレゼントかよ、守備陣の疲労が限界に来てるな、新潟スレの反応、なんだこれは、奥村愛してる、一筋の希望やね、新スター誕生、新しい県民の孫、奥村爆誕、寺川は、ええ仕事したな、奥村が一気に新潟県民の心を掴んだ、84分宮市の折り返しが相手の腕に当たるも、ハンドなし、PK、クルー、ハンドっぽかったよね、まあ、濃い感じはした、今さらもらってものは、けど VAR 清水だしな、ないのこれ、これハンドじゃないんだ、え、これ PK なしなの、肩とみなされるので、ハンドではない、新潟スレの反応、うっけ、マジン、ハンド、うわ PK、確定演出来たやん、うちの非 VAR は、いや怪しいな W、ヒヤヒヤさせんなやくそ VAR、93分塩貝が右サイドから立て続けに良いボールを入れる、惜しい、塩貝は見えてるねえ、なめこうこねえ、そういうのもっと早くやれよ、塩は冷静だな、塩貝使っとけよ初めから、塩貝スタメンでよかったのでは、新潟スレの反応、声、もう移転もやるな、周知言う、ナイス、移転ぐらい返されるだろうなとは思いますが、移転は覚悟、上へ連呼はいよう、ボールパーソンもう2秒くらい稼げ、試合終了1対3で負けてしまう、また今年も逆転負けがあんまり意味ないけど PK くれなかったのは納得いかない、どうすんのこれ、ボツ、1時間前のテンションが懐かしいです。さっさと寝よ、力蔵は良いチーム作るのは、ちゃんとゾーンで守れるようにしてくれよ、適当プレス外されて、中盤ガラガラってのずっと見せられてる、前半の最初だけ良いって、今年よく見るな、終わってみたらボコボコ、まあ ACL 取れるならそれでいい、ホープと畑中いないと戦術を遂行すらできない、怒りを上げろ、今年は秋から ACL エリート8試合あるし、どの道リーグは厳しい夏の補強をするために ACL 取るしかない。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。